はい、こんにちは、レトスの小野です。明日は試験ですね。体調を崩さない、これを最優先しましょう。寝る時間は絶対遅くしない、いつもと同じ時間に布団に入れるようにしてください。もちろん今晩は緊張して眠れないということはあると思うんですけれども、それでも布団に入って目を閉じているだけでも大丈夫です。リラックスするために小さい音で音楽を聴くというのもいいと思います。間違っても夜遅くまで勉強する、これはやめておきましょう。まあ、実際私はいつも試験の前日っていうのはもう寝るまでに相当時間かかるんですよ。まあ、緊張しているからなんですけれども、布団に入ってから4時間ぐらい寝れないんですね。だから自分自身もこれちゃんと寝たのかなって、朝起きた時にちゃんと寝たのかなって思うこともあるぐらいなんです。まあそれでもですね、まあ試験は2時間なので、その2時間だけ集中できればいいんですよね。他の時間は眠たくても、おおよそこの試験の2時間だけは眠くならないんですよ。まあ覚醒している感じなんですよね。もう絶対に受からなきゃいけないっていう気持ちがやっぱ先行しているので、その2時間だけは覚醒できるんですよ。これもし徹夜してたら、その2時間も集中できない可能性があるんですよね。なので、いつもと同じ時間に布団の中に入るようにしていただければと思います。明日の試験、頑張ってきてください。応援しています。それでは本日の3問に入っていきます。法定教養部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない、丸か×かという問題ですね。この問題考えたい方は、一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄の方から問題文をご確認ください。で、答えは×です。そもそも法定共用部分ってどんな部分か理解できていますでしょうか。例えばエレベーターとかエントランスとか階段とかですね。これらは法定共用部分って呼ばれるものなんですけども、登記しないんですね。まあ、登記しないというか登記できないんですよ。つまり、もう登記しなかったとしても、これはもう第三者に対抗することがもうできるんですね。一方、法定共用部分と対比する言葉として、規約共用部分っていうのがあります。で、規約共用部分っていうのは会議室とかですね。もともと会議室って部屋じゃないですか。部屋なので専有部分なんですが、それを規約によって共用部分に変更することができるんですね。つまり専有部分だけれども会議室にして共用部分にすると。それが規約共用部分っていうんですけども、これについては登記をしないと対抗できませんので注意してください。で、続いて問いに入っていくんですけども、その前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録ボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、チャンネル登録の隣にベルのボタンあります。で、これは、押していただくと、私が新しい動画を公開したら、自動で通知が来るような設定なんですね。なので、新しい動画アップした時に新しい情報を見たいという方は、こちらのベルのボタンですね。チャンネル登録の隣のベルのボタンもクリックしていただければと思います。で、続いて問い2ですね。宅建業者 A が自ら所有する土地を10区画の一段の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。A が案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題ですね。宅建業者 A っていうのは案内所を設置していますと。で、ここで重要事項説明を行う場合、この案内所の専任の取引士が行わなければならない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし、重要事項を説明する取引士っていうのは、この専任の取引士でなくても良いです。つまり、それ以外の普通の取引士であったとしても、問題はございません。取引士でありさえすれば、重要事項説明を行うことができます。まあ、基本的な問題なんで、解けるようにしておきましょう。で、個別指導では、普通の取引士と専任の取引士、どう違うのかを解説しています。しっかりね、この辺対比しながら頭に入れておきましょう。で、問い3です。2ヘクタールの用途地域内の土地について、造成工事を行って青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である、丸か×かという問題ですね。答えは、丸です。つまり、開発許可は不要です。開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合なんですね。で、開発行為っていうのは、主として、建築物の建築または工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことを言います。つまり、建物を建てるために土地を工事する。これが開発行為なんですね。
で、今回青空駐車場っていうのは建物を建てませんよね。建物を建てないってことは開発行為に当たりません。開発行為に当たらないので開発許可は不要だということになります。今さらっと考え方をお伝えしたんですけども、これちゃんと理解しないと解けないと思います。類題が解けない、この問題を解けたとしても類題が解けないんですよね。だからちゃんと理解してください。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で、今回の話は開発行為に当たらないから開発許可が不要なんだということです。この開発許可の要否、まあ必要か不要かを問う問題っていうのは考え方があるんですね。まあ今もさらっとは言ったんですけども、まあもっと細かい流れがあるんですよ。考え方の流れがあるんですね。それを知ったら開発許可の要否の問題は全て解けます。つまり開発許可の要否っていうのは得点源になるんですね。なので絶対解けるようにしていただきたいんですね。で、今回は無料なので、まあ、ちょっとこれ以上はお伝えできないんですけども、個別指導ではこの考え方までお伝えしています。今は試験直前期なので個別指導の募集を行っていないんですけども、今年の試験が終わった後すぐにですね、個別指導は開講させていただきますので、来年の試験で絶対合格したいという方はぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。もしあなたが勉強しているけれども実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に卓球の教材だけ勉強していたとしてもなかなか理解することは難しいです。理解学習をするにはそれぞれの法律について専門的な本だったり専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですがそれをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったりイメージだったり考え方だったり理由付けだったり理解するために必要な内容を入れております。またわからなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであればぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。